さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。スクリーン作りって私いつも失敗してるんですけど、ででん、あ、出たこういうのあるじゃん、駄菓子屋さんでこういうやつで、これスクイーズになってるんです。で、スクイーズのやつはこれが1個600円売ってるんですよ。今回はもうこのスクイーズをいっぱい作って味わいながら作れる、ベリファスクイーズでね。今回使うものは、まあ、絵の具はね、これダイソーで売ってるんだけど、今回私はイケアの揃えちゃった。イケア、こちらでね、シリコンです。クリアになります、私は今回ね。で、このコーンスターツ、コーンスターツ、コーンスターツで作っていきましょう。色はこれがノーマルのピンクのやつで、こちらがソーダでね、水でしょ。これはグレープで、グレープ色なんだけれども、こちらコーラ、コーラは金色でやりたいと思います。シリコンやっていきます。はい、これぐらいにね、していきます。じゃあコーンスターツ3本のやつぐらいやっていきます。はい、ということでですね、4等分にしました。では色をね、入れていきます。イケア、レモン、レモン、うわー、ぽい。じゃあ他のやつもやっていきます。バン、ちょっと固まってきちゃったから先にパッてやっちゃいます。はい、とりあえずね、1個できました。この調子でいっぱい作っていきます。こんな感じで蓋閉じて、下からこうやってね、押せば結構空気抜けたんで、もう私のスクイーズのシークレットになります。で、ノーマルタイプは、まあ、ぶどうとさくらんぼとコーラなんですけれども、こちらソーダになりますね。それでは完成のナイロン、どうぞ。あれから1000年が経ちました。ナイロンです。照明が当たってなかったです。ナイロンです。はい、ということでですね、こちら固まりました。あのね、やっぱ、ね、あれだね、取れない気がする。ほら、くっついちゃってるから、まあ頑張っていきましょう。じゃあちょっと一回カメラチェンジ。もうこれでもいいぐらいなんですけど、ちょっとまあこれじゃね、わかんないからね。あー、ダメだ、下にくっついちゃってる、これダメだ、これ無理やり押し出しても無理系じゃない、これ。あ、まあまあ取れた。あ、またこれ取るのに1000年かかるかもしれない。でもまあまあ取れてるよ。ごめん、もうボロボロだわ。また入れ物だけ別で買います。30円ぐらいならね、うちのお小遣い削っても大丈夫なんで。はい、これ作るとき下にコーンスターツ引いた方がいい、絶対。うん、綺麗にできるのと綺麗にできないの結構差がありますね。でもやっぱ、うわ、すっごい、めっちゃリアル。あ、めっちゃぽい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 、見て見て見て、めっちゃね、グミ、本当にグミだこれ。もうごめん、もうバッキバキだわ。あー、これは完全に失敗だね。これもダメだ、ちょっと失敗尽くし。まあ、ピンクはね、いっぱい作ったから、もしかしてこっちの方が取りやすかったりして。そんなことはないけど、あー、ちょっとありえるかも。ありえない、ありえるでしょう。ありえなかったですね、取りづら。こういうのこうやってまんべんなくやって、多分ね、取りやすくはなんないと思う。だってさ、下にこの2つ塗ってないんだもん。あ、取りやすい、これなんで。え、めっちゃ綺麗に取れるんだけど、これコーラめっちゃ取りやすい。まあ、うちこれを期待してた。え、これ理想。あ、めっちゃコーラ取れた、綺麗に取れた、コーラマックス。ソーダも、ソーダも綺麗に取れるかな。ソーダ、ソーダ、あー、もう取れない。これ全部失敗って分かっててやるのって結構苦痛だよ、これ。あー、もうソーダダメ、無理だ、握力が使う。グレープもちょっと下手すぎて笑えるよね。もう失敗三昧、ちょっともうやる気が失せてしまったのやの。はい、ということでですね、一応ね、一応作れたのよ、こうやってぽいじゃん。すっごいベタベタするから、本当にリアルなの、これ。気持ち悪いほどリアルなんだけれども、あのね、金だけちょっと成功しました。一応ね、ほら、本物っぽすぎるでしょ。で、これ分かったことがありまして、あの、試してないというか、いつも試さないでやってるんですよ。でですね、あの、これの入れ物をね、買いにね、ちょっと遠い遠い果ての方まで行ってきたんですよ。そしたらね、まあ、売ってたんですよ。次セットでこうやって売ってたんですけれども、で、まあ、これに今これを入れるんですけれども、これ見てください、これこれも買ってきたんですよ。何か分かります？そう、スクイーズです。これを私は作ってんですよ、今。でも全く見て、このシリコンの感じもマジシリコン。これをね、本物のはスクイーズの方で、これが私が作ったスクイーズなんだけど、全く一緒。なんなら私の方がちょっとうまいんじゃないかって言ってもいいほど、こうなんかねっとり感わかるかな、この
わかる？まあ、ネット時間があるんですよ。なんで今回はちょっと多分数がちょっと足りないかなとかなっちゃうかもしれないけど、これを作っていきます。これちなみにね、これまあソーダ味っぽくないですか？でもソーダじゃないんですよ、これソヨだ。本物の方見てもらうと思うんですけど、これちょっと粉がついてるんですよ。なんか違いわかりますか？これね、本物はね粉がついてるんですよ。なのでコーンスターチをまぶしていきたいと思います。はい、それでですね、こちらのコーンスターチの中にね、この作ったスクイージちゃんたちを入れていきたいと思います。はい、それで蓋を閉めます。蓋を閉めたら切ります。あー、濃い。すごいすごい、見て、すごくない？マジおかしい。え、これでいいんだけど、もうやばい。ちょっとここ出してみましょうか。なんかね、あれだね、いいじゃん。ちょっと拭き取ったら、ほら、どんな変な形でもちょっとは見えるようになったね。それっぽく見えちゃうよね。どんなに下手な形でもちょっとそれっぽく見えちゃうね。いいね、このアイロンバージョンの方がリアルですね。わおち。それでは綺麗にバン。はい、ということでですね、できました。はい、じゃあ見ていきましょう。こんな感じ。これがコーラですね。で、グレープ。売ってるよこれ、ほんと売れるよこれ。ミックス、これね、レアになってます。こんな感じ、ほら色がこうやってなってる。やっぱこれね、これ王道だから、やっぱりこれがすごいリアルだよね。ね、やっぱ王道。ちなみにですね、ノエノンショップで作ったやつはくっつけてないのでね、こうやって1個取れてこうプニプニすることができます。はい、こんな感じ。これもシークレットソーダになりますね。でですね、ちなみになんですけど、こちらの本物の方取れません、これ、ほら。なんで、まあ取れた方がいいんでね、ノエノンショップは取れるようにしたいけど、落っこっちゃうんですよすぐ。だからもしかしたらノエノンがこの動画を撮ってない時に接着剤で作ってるかもしれませんね。こんな感じです。で、まあこれのね、動画の前にちょっとね、あるものも作ったんですけれども、まあ、楽しみにしてください。これ買いにね、今日駄菓子屋行ったんですけれども、駄菓子屋さん行ってね、なんかいろいろ面白かったんですよ。モロッコヨーグルトで、これはあれですよ、まほとくんが作ってたやつ。あと、もう一つはガムボールなんですけど、これスクイーズボールにします。超簡単ですので、ちょっと楽しみにしてください。これはね、これ作るときにちょっと一緒に、もう2秒でできるんだ、こんなんね。はい、ヒントはわらび餅になります。わらび餅、うん。じゃあモロッコヨーグル食べましょう。はずれはずれ。待って、モロッコヨーグルってこんな味だっけ。まあまあ、なんなのこれ、なんでこんな食感。ちなみにこれはこうやって最初から空気が入ってこう浮いてたりするんで、絶対失敗しないと思います。これもただシリコン詰めてるだけで、ツンツンと触るだけになりますので、まあ一個はまあこうやってこうやって食べてるような食品サンプルも作ったりします。当たり去年はちょっとごめんながら、当たっても嬉しくないな、私はもう食べないから。冷蔵庫でちょっと朝ちょくちょく食べようかなと思います。ちょっと頑張ります。当たったよ1枚。ということでですね、1個当たっちゃいました。蓋をね、これからラミネートしてこうペタってつける感じにねしたいなってちょっと思ってるんで、ぜひ楽しみにしてください。ということで、これは私みたいに下にちゃんとコーンスターチを塗れば失敗しないんで、ぜひ作ってみてください。キャバイバイ。見てください、このボロボロさ、ゴミ。おまけです。ほのぼのが完成したスクイーズ触っていきます。まずはぶどうです。すごいな、触った感想、プニプニしてる。次さくらんぼいきます。肉球みたい。基本一緒です、色が違うだけです。続きまして、金色コーラ、なんかの粉をまぶしてますね。次2つシークレットです。これとこれだけ色が混ざってます。はい、次のミックスシークレットはこちらです。これいろんな色が混ざってるのがいっぱいあります。こんな感じ。はい、ノエノン
んがね作ったやつソーダがないんでソーダ作りました。はい、こんな感じです。でダーン、ということで左から本当のフルーツソーダ、ノエロンの作ったスクイーズソーダ、本当のスクイーズソーダになっております。本当のスクイーズソーダはソヨダって書いてあります。キーホルダーがついてるんです。はい、ということでね、比べていきたいと思います。これ取れないんですけど、ノエノンの方は取れます。プニプニ感は本当のよりもノエノンの方があります。並べてみると色はスクイーズよりも本物の方が濃いです。ということで紹介プラス3つ比べてみました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイちゃん。